保田家房さん、約78億円超で万有遺跡合意。マンチェスターユナイテッドは昨年9500万ユーロ、現在のレートで148億8000万円で獲得したブラジル代表フォワードアントニーの低調ぶりに不満を抱えており、代わりになる選手として久保来期から迎え入れたいとの考えだという。チーム選びはパスが来るかどうかが全てや。マンユーはアントニーなんか使ってるからな。マンユーを一人の日本人が立て直すとか夢があっていいけどね。マジョルカ感。いやマンユーはやめとけって、このまま活躍すればレアルワンチャンある。CL 出場の立役者でチームの核なのにアントニーと比べて安く買い叩こうとしすぎ、ガチで欲しいなら100億超えからスタートだろが。スパーズはクルゼフスキに勝てないから無理じゃない。監督交代が規定路線のクラブに行ってどうするのさ。